こんにちはこちら株都庁内藤証券1階にございます株スター7110より本日は投資調査部の浅井がお送りさせていただきますよろしくお願いいたしますさて、えー、今日はですね、えー、今日の東京市場スイス中銀がスイスフランの上限撤廃ということで安全通貨を買われる動きが円にも波及しまして大幅な円高となりました とい,うと,ころでということもありましてこのところの原油安などもとかです、ね、国際商品、銅などの市況が大幅安となりましたけれどもその流れを受けまして世界景気の減速経年からです、ね、大幅安という形になりました一時、日経平均株価500円ほど安くなりまして。 まあその後、引けにかけて、後場戻り補聴となったというところでございます。えー、今日の、えー、指標をです、ね、ちょっと見ていただきます。えー、日経平均株価、えー、今日の引け値は、一万六千八百六十四円の十六銭というところで、二百四十四円安でございました。一時五百円安から二百四十四円安まで戻したというところですね。えー、今日は本日、寄り付けが安かったので、高値引けと、ほぼ高値引けという形でございます。 トピックスも12ポイント、今日安いという形でございまして、まあ、やや小型株の方が下げが大きかったんですがこれは主力株の方がですが、ね、引きにかけて戻したとインデックス外もあって戻したという形でございますそして円相場は対米ドルで,です、ね、1円ほどの円高これも若干です、ね、円安方向に戻したというところでございます。 それから売買高は27億株売買代金は2兆7000億円余りという形でございまして値上がり206銘柄値下がり1615銘柄というところでございました。 当落レシオは一段と低下しまして80%、まあ、ボトム圏といわれる70%までもう少しなんですけれども、ポイントほど低下いたたししました業種別で見ますと、トップはです、ね、このところの,そのゴムの原材料ですから、ゴム製品がトップというところでございまして、まあ、非鉄金属の方もこのところ、売られた反動で切り返したという形でございます。 それからほか上位にはです、ね、自動車である不動産であるとか自動車なども上位に来ておりましてそれから下位の方には海、ね、運業このところを戻しておりました海運業が一番最下位という形でございます。というところですね日経平均株価の動きを少し見ていただきますとこの通りでございます。日経平均株価の方はですね ご覧のとおりこの前からちょっとお話していますこの 金融追加金融緩和したところです、ね、のこう前日より上に離れて窓開けをしてですね動いた局面があったんですけれども大要請の後ですねこの水準がまあ下値支持ラインという形でまあこのところ意識されてきたというところでございますこの株価等はですねこの前引け段階で作った表ですラインですので今日はこれは小幅の要請で下ひげがちょっと長い形になって75セ線タッチして戻したという形でございます。まあ、それでも前日 244円安なんですけれどもこの,この水準できで、ねえー、今日も安値まで行って戻ったということで、まあ、今後もです、ね、この水準をがかなり押し目買いの水準として意識されるということが言えるかと思います。 それでまあ下値めどなんですけれどもやはりですねここの下げ幅をここに当てはめてみますとですね1180円ほどあるんですけれども、まあ、終わり値ベースでいくと1万6673円というところでですね終わり値ベースです。ですから今日もそこまでその水準までって戻したという形でございました。あとはまあ,あるとすればここの値幅ですねこの値幅が1841円ほど終わり値ベースであるんですけれどもそれでいくとこの高値からいくと1万6094円でもしここから大きく割り込むとすれば1万694円。 6, 円あたりがかなり大きな節目となってくるんじゃないかなとここから取ってもここから取っても1万6000たりという形になります。トーラクレーションはここまで低下してきたということですねトピックスも同様にこのような形でございまして、えーどうまあ、日経平均とほぼ考え方は同様でこのあたりが下値の節目水準になってきているということでトピックスも引けにかけて戻したという形でございます RSI も30%前後まで低下してきたという形でございます。 それからです、ね、き、えーまあ、今日の日からとちょっと見てないんですけれども、海外投資家の売買動機、発表されました、直近分、財務省、今日のより前に発表されました、財務省の体内証券投資の株式分で見ますとです、ね、6844億円、やはりそのリスク回避の動きが出てです、ね、海外投資家は大幅な売り越しという形で出ております。 一方、ですね信託銀行、年金資金と見られます信託銀行の方は7週ぶりに小幅の売り越しという形で129億円ですねの売り越しという形でちょっとこの下に出ている形でございまして7週ぶりの売り越し、まあ、引き続き買い越し基調は続いているかなという感じで見てもよろしいかと思います。 それから10月ごろにですね一旦お話したかと思うんですけれどもトピックスの日柄をちょっと見ていただいたと思うんですがもう23か月前になると思いますけれども。 その安値と高値大きな高値と安値とかですを、ね、結んだラインで見ていきますと1つのサイクルがいろいろ出てくるということで注目したのは91ヶ月、90ヶ月とかそのベースでいきますとこの日経平均が下げ出しました2007年の7月ですねこの辺りからですね90ヶ月目ということで12月だったということでここはまあ今回高値になってしまった。 まあこれが一時的なものに終わるのかこの辺で反発して再び上へいくのかどうかえ軽微なもので終わるのかというのはまだ分からないんですけれどもま次は大きな節目としてはまあ16年の3月あたりまでかなという感じです。もちろんここまでそれまでここを上へ抜いてくるということもありますけれども今回は12月がたまたま90ヶ月大きな天気になっているというところですね。それからスケジュール来週のスケジュールを見ていただきます 来週の予定ですけれども、日本百貨店売上高、これは昨年の4月からです、ね、この11月まで8ヶ月連続でマイナスだったんです、11月は1%減ですね、前年度月比。ということで、ここも注目されるところですね、それからアメリカ、3連休ですので、今日はですは、ね、この3連休前にした手締まい売りというのがかなり今日出てきたんじゃないかと、それでザラバを大きく下げたのが、一つの大きな要因だったと思います。 それから日銀の金融政策決定会合そして中国の指標が発表されまして中国は GDP が発表されまして市場予想は7.2%ですね年率換算ですねそれであとは中国の HSBC の製造業 PMI こちらは12月に7か月ぶりに50割で49.6だったんですけれどもさて1月はどうかというところですねそれからユーロ圏の製造業 PMI なんかも発表されまして ECB 理事会やっぱりこの,注目この来週の注目点はこの ECB 理事会で 追加緩和が発表されるかどうか欧州司法裁判所が ECB による ユーロ各国国債のですね大量購入は可能であるというふうな見解を示したこともあって12月はちょっと動きませんでしたけれども今月は動くんじゃないかというふうな見方が強くなってかなり期待が高まっていますこの前後で相場の転機があるんじゃないかという感じですねそして日曜日のギリシャ総選挙どういう結果が出るにせよ材料は一旦織り込み済みになる可能性は高いんじゃないかそして来週はですねえと第三四半期までの日本の企業決算 発表されますこちらの方は情報修正含みの銘柄も多いと思いますので、まあ、プラス面がかなり注目されるんじゃないかと思います最近調整してきてますので。ですねというとことで来週のスケジュールですね最近のユーロ圏の消費者物価指数の推移というのを先ほど見ました久しぶりにマイナスに転じたというところでデフレ懸念が台頭して利下げに動くんじゃないかというところですね。それからやっぱり 為替相場はちょっと円相場がおじぎ気味で、えー、ちょっとまだ WTI 原油先物の方は下値が見えてないけれども、まあ、ちょっと抵抗するような動きが出てきてるかなと。 業種別の指数はこのような動きで医薬品、建設なんかが上向き電気機械は下向きという状況でございまして輸送機器は堅調ですねというところでございますそれではまあ時間ありませんので銘柄の方に行ってみたいと思います銘柄の方今回はですね今来期予想売上形状利益率が利益率が改善している銘柄を今期来期で出してみました。 そして、まあえー、条件にはです、ねえー、売り上げがです、ね、今来期とも増収,増収予想と、来期とも増収予想と売り上げを増やして、えー、利益率を改善させている企業というところで、えー、このような形、直売であるとか、東京製鉄、そして、えー、工作機械の大熊牧野フライス、そして、えー、重機 TPR 日本トムソン、そして、えー、スクリーンですね、こういった半導体関連なんかも結構出てまいります。 こういったところをですね、利益率改善の銘柄というところでちょっと注目したいなというふうに思います。本日は最後ちょっと飛ばしましたけれども、以上でございます。投資調査部の浅井が本日はお送りさせていただきました。ありがとうございました。